ここでこの試合に勝利したウルフドッグス名古屋24番小川智弘選手にお話を伺いたいと思います。まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今日の試合全体を振り返ってみていかがでしたか？いや本当にチーム全体が集中していていい試合だったと思います。ありがとうございます。その中でも小川選手はスーパーレシーブを連発、そしてサーブレシーブ成功率では常に高い数字をキープしております。ご自身のプレーを振り返ってみていかがですか？そうですね、まあ、今日はサーブレシーブももちろんなんですけど、スパイクレシーブの方も1本2本上げたかったので、まあ、それができてよかったと思います。さあ試合中に小川選手の声がよく席まで届いてきていましたが、いつもどんなことを意識して声を出していますか？まあ、チームの士気が下がらないように、まあ、後ろから盛り上げることしかできないんで、それ意識してやってます。とても盛り上がってると思います。さあ明日は年内最後のホームゲーム、引き続き境ブレイザーズ戦となります。明日への意気込みお願いいたします。まあ、明日もかなり厳しい戦いになると思うんですけど、集中力切らさず頑張りたいと思いますので、また明日も会場に来て応援よろしくお願いします。ありがとうございました。次の試合もご活躍を期待しております。今日の VOM は小川智弘選手でした。小川選手まだ帰らずボールにサインをお願いいたします。さあそれではサインボールが